久保さん、今回1000にしましょうか。今日もですね、昨日と今日も入ってたんですけど、はい、こちら。今23万5千0円。 もう、もうちょっとですね。あと6万5千円ぐらいで30万円になります。はい、<laughs> 千里の道も千円かなと <laughs>。千里の道も千円かなというところですね。まあ何事もですね、あの、積み重ねでしかないと思います。うん。まあ、久保さんもね、大きい額、こう、稼ぎましたけど、まあ自己溢ートからっていうね、最初は。その一歩の積み重ねっていう。僕もまあ、 うーんまあ動画本数もね、もう2万本、2万3000本っすか。一般公開今してて。まず、あ、今ストックしてる限定公開の動画はもう相当また溜まってると思うんで、多分2万4000本ぐらいに、まあ、もう到達するし、えーなんだろうな。まあ年内中にはなどれが行くんだろうな。ちょっとわかんないですけど。まあ。 僕のアカウントが維持されてるんだったら、まあ3万本もこう見えてくるんじゃないかなと思いますけど。まあ、この日々の一本一本ですからね、結局、やってることって。うーん。だからまあ、うーん、遠い、遠いところに行きたいであるならば、今、今日の一歩ですよね。うん。今日の一歩を踏まない限り、あの、 まあ、というとこにはいけないと。でも多くの人は、いきなり多分、ワープしたいんでしょうね。だからその、昔からその、投資案件の詐欺っていっぱいあると思うんですよ。で、投資案件の詐欺にかかる人って、間違いなく、一歩ではなくワープなんですよね。うん、僕はその、うん、まあ、ワープできたらね、 うんまあ、その、昔、マリオブラザーズってやった人、な昔ね、スーパーファミリーコンピューターですね。久保さんは絶対やったことあると思う,と思うんですけど、あの、2の、二の3だったかな ?2 の1か。なんかワープできるところあるんですよ。なんかこう、裏でこう、ビヨーンって飛んでね、あの、地下の、あの、なんかステージなんですけど、か3面、4面、5面とかなんかワープできるのがあるんですけど、 でもね、スーパーマリオブラザーズも1、1の1からワープはできないですよね。そのワープするとこまで行くには、まず1の1はクリアしないといけないですよ。<laughs> ね、まずあの、ノコノコがこう出てきて、ジャンプしないとね。<laughs> そう。<laughs> そう、あの、B ダッシュしてると、あの、ノコノコに、こう、いい、ダに負ける、あの、やられる場合ですけど。<laughs> だからまあ、一個ずつね、クリアしていくと、まあ、ワープもあり得ますね。 でもそれは、あの、一個ずつクリアしていた人じゃないと到達できない領域かなと。うーん。なので、久保さんもね、最初はその自己アフリエイトしか稼げなかったけども、やっていくうちにね、速化塾っていうのを作って、いきなり大きい金額がこう稼げるようになって、まあ一日10万を切らないみたいなね。なんかまあそういう風になってたりとか、まあ、いきなりワープですよね。そ単価が上がったっていうのもあるだろうし。 だけど、いきなり単価はが、いきなり単価はね、あげるというよりかは商品を作ったことがないので、わかんないですよね。セミナーもやったことないんでわかんないから。まあ最初はですね、塾が増えたとこやるしかないですよね。<laughs> まあそこからスタートですから。うん。だからそこをね、やっぱり理解している、知ってる、まあ、刻んでいる人っていうのは僕は強いと思いますね。どんな物事に関しても、 地道に積み上げていくっていうことのこのマインドセットというか、まあ確かにね、あのワープは憧れるんだけども、そのワープをするためにも今日何をやったかっていうところですよね。その土台さえあれば、ワープするステージも来るかもしれないです。ものによってはね。だからネットビジネスなんかはまあワープできるんでいいですよね。うん。だからまあ、でもそのワープするまでにほとんどの人が挫折するので、 うんうん、もったいないですね。いってらっしゃい。